ちゃん、待ってて。いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。そろそろ始まりますね。オペレーター 2-1-0 から 9-S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜ハブ隊降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。推奨飛行ユニットへの登場。
ダウンさせます。ハッキングターゲットは4箇所、目標の周囲には敵の反応がありますので、まず排除してください。アクセスが可能になりました。はいはい。はいは1回でいいです。はい。ハッキング完了。次の目標へ向かってください。残り1カ所です。いやー、意外と面倒くさいですね。作戦中の信号は認められません。はーい。
シングを完了しました。これで攻撃部隊侵入が可能になります。引き続き侵入した攻撃部隊支援に当たってください。ヨルハ攻撃部隊の侵入を確認しました。しかし残存機体は1機のみ。1機？それはまた大変だ。敵防衛兵器によって苦戦しているようです。のが暴れてますね。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。トゥービーさん、僕嬉しいです。何か？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。ルビー。再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から機材移動中。作業管理は25万人を探し、旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。お疲れ様でした。
音声ユニット回復。周辺環境を確認。今から修復する。ボット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチン。それと。必須衣装。当該 9S のバイタル低下は、この場での応急処置。うるさい！いいから出して！トゥビー言って黙って僕たちは兵士です
その戦い誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。迎撃する。しました。今から援護のためにハッキングします。トゥビー、敵機体の上腕部のコントロールをポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。制御バーニアコントロール、敵兵器の従属化を完了。 2B 敵ユニットのダッシュに成功。引き続き防衛継続。2B の記録データパッケージをアップロード開始。警告、機体 9S のデータパッケージが未更新。いいんだ、先に 2B のデータをアップしてくれ。了解。
上げ壊れろ。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。さてと、そろそろ時間だな。 2B さんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。
礼します。あ、もう始めてるみたいですね。トゥービーさん、聞こえますか？起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。あれ、明度調整の方法分かりませんか？どこかの入力に対応してると思うんですが。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。トゥービーさん、この値で大丈夫ですか？了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。トゥービーさん、聞こえますか？もしもーし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえる、これで問題ありませんか？はい、これで設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください、すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので トゥービー さんが設定してくださいね。OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で、トゥービーさんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たちナインエスモデルは、優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、なんでしょう？継承はいらない。え？私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん、あ、いや、トゥービー。データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。
ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し、情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いから、あんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。
目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近、こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。